蒸し暑い夏の夜、チリンとどこかで風鈴が鳴った。耳で涼をとる生活の知恵だ。空き地に隣接した2階建て各階3部屋の古い小さなアパート、その1階の部屋の奥の軒下に今時珍しく風鈴が下がっている。四角い空き地は工事用の仮囲いで囲われているが、アパートに面した部分とその向かいは開かれていて、丸い透明なガラスに青い朝顔が描かれた風鈴は涼やかな音を鳴らした。うるさい！少し離れた場所に住む女は両手で耳を塞いだ。うるさいうるさいうるさい！さっきから聞こえてくる風鈴の音が気に障って仕方がない。ああ、もう我慢できない。女はサンダルを突っかけると乱暴にドアを開けて部屋を出た。少し行くと空き地を挟んで向こう側にアパートが見えた。こちらから見えるのは窓側で、部屋の明かりを背景に風鈴が揺れていた。女はその位置を確認すると、まっすぐ空き地を突っ切って玄関側へ回り、街灯の部屋の呼び鈴を押した。チャイムではなくジージーと古臭い音がしているのは聞こえるが、人が出てくる気配がない。部屋の明かりはついていたはずだ。女はさらに黙った。ちょっと開けなさいよ。ドアをどんどんと叩いた。あまりに激しくしつこく叩くので、道路を挟んで家の住人がこそっと覗いたくらいだ。だが女がにらみつけるとすぐに顔を引っ込めた。いるんでしょ。さすがにドアを壊されたら大変だとでも思ったのだろうか、ようやく開いたドアから若い男が顔を出した。その隙間から見える部屋の奥には、男と同世代の女が心配そうな顔で座っていた。その向こう、開けた窓には風鈴が下がっている。あの風鈴！女が指さすと、若い二人は困ったように風鈴を見た。取ってちょうだい。チェレンチェレンうるさいかよ。条例でも風鈴の音は騒音に指定されてんの。いいよね、すぐに取って。女は怒鳴るだけ怒鳴ると、ふんと背を向けて乱暴にドアを閉めた。と同時に再び細く開けられていた向かいの家の玄関も慌てて閉められた。その夜、もう風鈴が鳴ることはなかった。しかし次の夜、またチリンと風鈴の音が鳴った。それだけではない、少し違う音が混じっている。チリンチリン。女はまた飛び出していった。昨日のガラスの風鈴はそのまま、今日はその斜め上の部屋に南部鉄の風鈴が下がり、冴えた音色を響かせている。バカにして。女はサンダルのかかとを鳴らしながら金属製の階段を上がると、2階の部屋のブザーを何度も鳴らした。出てきたのは老夫だ。ちょっと風鈴がやめてって言ったでしょ。うるさいのよ。ひょとんとしている老夫婦を前に女は詰め寄った。すぐに取って。そうじゃなきゃ行政に訴えますからね。言うだけのことは言ったけれども、あいつらが聞いてくれるとは限らないと、女は帰ってからずっと爪を噛みながら考えている。案の定、次の日にはもう一つ、今度は陶器でできた風鈴が南部鉄の風鈴の隣接に下がり、他の二つとはまた違う柔らかな音を鳴らしていた。翌朝、女は役所の相談課に出かけ、その足で最寄りの交番へも行った。風鈴は撤去させてください。風鈴をですか。そうよ、うるさくてかなわない。行政の対応を待ってたら夏が終わっちゃうわ。すぐに撤去させてちょうだい。キーキー叫ぶ女の話を聞きながら、二人組の警官は明らかに面倒くさそうな顔をした。あの、風鈴の音くらい昔はどこの家にもあったし、そこはほら気の持ちようで。ふざけんな。女は力いっぱいスチール製のテーブルを叩いたので、ダーンと派手な音がした。実際騒音条例に引っかかったじゃないの。なのに私に我慢しろって言うの、おかしいでしょ。悪いのはあいつらでしょ。女は言葉を区切るために強くテーブルを叩いた。なんで私が我慢しなきゃいけないの。置いてあった卓上カレンダーが倒れ、ボールペンは床に転がった。なんで、なんでよ。その剣幕に通行人はチラチラと女を見た。そして目の血走った異様な形相にぎょっとして、早足で通り過ぎていった。あ、わかりました、善処させていただきます。警官のうち先輩らしき方がメモを用意した。ではその場所を教えてください。女は
はぁと獣じみた息をしている。あの元工場だったという空き地のところの2階建てのアパートよ。わっ、古くて貧乏くさいとこ。メモを取る先輩警官の隣でその話を聞いていた後輩が何か言おうとしたが、先輩はそれを制して、面倒なことになるからここは黙って引き受けたふりをしろと目で合図した。わかりました。ではこちらからアパートの住人には言っておきます。早く早くよ。そう吐きしてた女が鼻息荒く席を立って出ていくと、二人の警官はほっと胸をなで下ろした。交番から帰っていく間も女は苛立ち続けていた。音がいいなんてどこもかしめないの。うるさいだけじゃない。一人で暮らす部屋に戻り、後ろ手でドアを閉める。エアコンが効くまでの暑さが煩わしい。日が落ち、いつものように鳴り出した風鈴の音が女の神経を逆なです。あの赤ん坊が生まれた年もそうだ。隣の家の軒下にぶら下げられた風鈴は、何の嫌がらせか狙ったように赤ん坊が寝ついたタイミングを見計らって高い音を響かせた。一緒にうとうとしていた女の安楽は風鈴と火のついたような鳴き声に引き裂かれる。エアコンがないから窓を閉めるわけにはいかない。暑さと寝不足で意識朦朧としながら、女はゴミ捨て場から拾ってきたベビーベッドから赤ん坊を抱き上げた。赤ん坊の父親といっても結婚はしていないわ。ここ数日顔を見せていなかった。パチンコか女のところか問い詰めたところで不愉快な答えしか返ってこないのは分かっていた。ああ、うるさい。赤ん坊は育てやすいことは言えなかった。とにかく寝ないし、一度泣き出すとこの小さな体のどこにそんな体力があるのかと思うくらいに泣き続けた。台風が近づいているのか、風の強い日だった。そんな時くらい取り込んでくれればいいのに、林家の風鈴はそのままで風に煽られてはのべつ泣く泣くにチリンチリンと鳴り続けた。またその狂ったような風鈴の音に反応して赤ん坊もいつもよりさらに激しく泣いた。抱いても揺すってもダメ、ミルクを飲むことさえ拒否して神経質な泣き声を張り上げていた。女は赤ん坊をベッドに置くと疲れ切った腕で頭をかきむしった。何もかもうまくいかない、望まない仕事、望まない男との関係、妊娠、何一つうまくいかない。静かに眠りたい、たったそれだけのことさえかなわない。なんでうるさくて考えることもできない。静かにして。女は叫んだ。いつの間にか風は止んでいて、風鈴の音は聞こえなくなっていた。赤ん坊の泣き声も聞こえない。はぁ、はぁと肩で息をする自分の呼吸音とバクバクと腫れ立ちそうな鼓動しか聞こえない。女の両手はクッションをつかんで力いっぱい赤ん坊の顔に押し付けていた。赤ん坊の首から下はぐったりと動かなくなっていた。やがて女の呼吸も落ち着いてくると、辺りはしんと静まり返った。女の中のあらゆる感情が一斉に萎えていた。悲しみも恐ろしさも、あれほど感じていた苛立ちや怒りも、すっかり鳴りを潜めてしまった。クッションを上げた時の赤ん坊の顔は覚えていない。単に見ていなかったのかもしれない。連れて行った小児科では子供を寝かせて目を離した隙にクッションに顔を埋めて動かなくなっていたと言った。不思議なくらいスラスラと嘘がつけた。子供は事故死として処理された。ままごとのような葬儀と埋葬が済むと、父親だった男は行方知れずになり、一人ぼっちになった女はこの町に引っ越してきた。あの頃と違い、今や風鈴の音は騒音に分類され、軒下に下げる意はない。静かだった。それなのに、また風鈴が鳴った。
その音が小石を放ったように泣いた女のところにさざ波を立てる。波は少しずつ大きくなり、やがてそれは大きなうねりとなって女を乗り込む。うるさい！女は叫んだ。エアコンを買う余裕がないとしても、なぜあんな人事の遺跡が代物にすがるのか理解できない。それにどうして近所のやつらはこの騒音に黙っていられるのだろうか。こいつもこいつもイカれているとしか思えない。女は今度こそ風鈴を外させてやると意気込んで部屋を出た。空き地に来ると正面に例のアパートが見える。女は空き地をまっすぐ突っ切っていく。どこからか赤ん坊の泣く声が聞こえる。アパートに近づくほどと音は大きくなってくる。うるさい、うるさい、うるさい。女はブツブツ言いながら歩いた。あの日と同じだ。風鈴の音と赤ん坊の泣き声が耳の中で反響して増幅し、他の一切を遮断する。やめて！女は耳を塞いでしゃがみ込んだ。しかし音は聞こえなくなるどころか、ますます大きくなり、鼓膜を限界まで震わせる。目の前のアパートのすべての部屋の軒先に風鈴が揺れているのが見えた。それぞれが風に任せて舌を浪しながら好き勝手になる。やめて！女は空き地の真ん中で声を限りに叫んだ。翌朝、耳を塞いだまま倒れている女が犬の散歩中だった老人に発見された。外傷はなし。すぐに救急車で運ばれたが、手遅れなのは見て分かった。ご協力ありがとうございます。でもね、おじいちゃん、ここは入っちゃダメでしょ。交番から来た警官に言われた老人は、いたずらを見つけられた子供のように頭をかいた。すいません、回り道がつい面倒で。ああ、それにもう影響はないって話ですし。それでもね、私有地なんだから。ああ、はい、ああ、すいません。用の済んだ老人はペコペコと頭を下げて空き地を後にした。入れ替わりにやってきたのは若い方の警官だ。ああ、心筋梗塞だったみたいですよ。あの人、この間アパートの風鈴がうるさいって怒鳴り込んできた人ですよね。なんか異常なくらい興奮状態だったし、そのせいですかね。まあ、いろいろ参ってるみたいだったな。そもそも話がおかしかったし、この空き地、昔は小さな化学工場でさ、有毒ガスの流出事故を起こして潰れたんだよ。事故の規模自体は大したことなかったんだけど、風向きが悪かったんだ。暑い日で窓を開けていたこのアパートの部屋にガスが全部流れ込んじまった。従業員はもちろん住人にも被害が出て、それ以来誰も住んでいないはずなんだけど。二人の警官はアパートを見かけた。もちろんあちこち錆びついた古いアパートの軒下に風鈴など一つも下がってはいなかった。